どうもこんにちは、ラテハンです。岡田監督が来季の才木選手の起用法について中6日での起用を示唆したため、そちらについての動画になります。おん、当チャンネルは阪神タイガースについての動画を投稿しているため、ぜひチャンネル登録をお願いします。現在行われている秋季キャンプで才木選手は来季の起用法に向けて次のようにコメントしています。来年は中6日で投げるつもりでいる。才木選手が中6日を希望していることについて岡田監督は、そらまあ2月なあ、ある程度毎日投げ込みできたらな、間は大丈夫か、2年くらい経つんか、それはどんどん投げてくれた方がええけどなと話しており、2月での状態次第では中6日での登板を示唆しました。次は才木選手のプロフィールと成績です。才木選手は2016年のドラフト3位で阪神に入団しました。1年目は中継ぎとして10月に初登板を果たし、2登板で防御率0でした。2年目は中継ぎとして5月にシーズン初登板を果たした。5月20日の中日戦にてプロ初先発をするも、12安打5失点で初の黒星を喫した。しかし1週間後のジャイアンツ戦では6回を2安打7奪三振無失点とプロ初勝利を記録し、10代の投手が先発初勝利を巨人戦で挙げた事例は球団史上初めてであった。その後はチーム事情に応じて先発中継ぎの両方で起用され、藤川球児が戦線を離脱した9月下旬にはセットアッパーを務めた。最終的に1軍公式戦では通算22試合の登板で6勝10敗1ホールド防御率 4.61 を記録した。3年目は3試合に登板するも調子が上がらず、抹消直後の2軍戦に登板した際、右肘の違和感を訴えて緊急降板。その後は実戦を離れ右肘の治療とリハビリに専念した。4年目も肘の調子が戻らず治療に専念したが、オフの11月にトミー・ジョン手術を受けました。5年目はリハビリのため登板はありません。迎えた6年目の今年は9試合に登板し、4勝1敗47回を投げ、被安打40、与え四死球91、奪三振43、奪三振率 8.23、防御率 1.53、 KBB 3.91、WHIP 1.09 となっています。トミー・ジョン手術明けを考慮され、中10日で登板していましたが、防御率が1点台、奪三振率 8.23 と抑えて三振も取れています。また WHIP も 1.09 ととても安定した成績を残しました。トミー・ジョン手術を受けてから2月に四国銀行との練習試合で実戦復帰し、4月に150キロを計測しました。その後は2軍戦に出場し、5試合の登板で復活をアピール。5月4日に支配下登録をされました。そして7月3日1軍に昇格し、ドラゴンズ戦に先発として登板。最速 153km の直球を軸に5回5安打無四死球5奪三振無失点の好投で勝利し、1159日ぶりの勝利を挙げました。その時のヒーローインタビューでは、3年間手術してリハビリして本当にすごくしんどかったんですけど、でも本当に支えてくれた人たちのおかげで戻ってこられたので感謝の気持ちしかないと涙を流してる姿を見た時は、こちらももらい泣きしてしまいました。その後も中10日で登板し続け、結果を残しました。秋季キャンプでは脱力フォームの習得に取り組むことを明かし、才木選手は自らの課題について、イニングが長くなったり球数が100球近くなったりすると球速が落ちるのもありますし、変化球がずっと課題と語りました。今季の最多投球数は8月11日の DeNA 戦で投じた 6.3回、95球が最高イニング最高球数となっており、才木選手自身は長い回を投げることを目標としています。克服に向けてテイクバックと両方の股関節の使い方を一番変えたい。力が入りすぎる部分があるので、どれだけリラックスした状態で腕を振る過程に持ってこられるかが大事とフォーム修正に着手したみたいです。
岡田監督は才木選手について、いやカーブ投げてたけど最後投げたのはフォークやな、聞いたらな、あんまり落ちてないけどな、なんや今のって捕手に聞いたら、いやフォークですって言ってたけど、いやいや空ボールに力あるよ、ストレートな、あんまり無理専用にとは言うたけどな、手術明けのな、才木はそこまで投げ込んで投げ込んでじゃそれは何も決めてない、たまにピッチング休んだりしてるからな、才木はうんと岡田監督はあまり無理させず、あくまで状態を見て今後については決めるみたいです。コミュニティにて才木選手の中6日の賛否についてアンケートを取りました。結果は7割の方が賛成みたいです。ファンの意見です。間隔を空けながらの今季の登板だったけど内容は非常に良かった、さらに球種が増えるならば期待値も上がる、ただしあくまでも手術を行った投手であり先発時の球数には十分配慮が必要かと思う、ただしあくまでも手術を行った投手であり先発時の球数には十分配慮が必要かと思う、年間でローテーションも守ってほしいところだが長く活躍してほしいので適宜休養も必要ではないかなと感じたりもする、才木の来季の活躍に期待、中6で回り続けることにこだわる必要はないと思うけどな、才木や西純、森木、桐敷あたりは中6で使うにしても2、3回で一度間隔空けてコンディション整えて万全で上げるみたいな運用ができる投手陣でしょう、西勇気、青柳、伊藤はしっかり回ってもらって他は良い状態で競争、秋には勝ち残った人が核に入れるってできれば最高だと思う。伊達ファンとしての意見は中6日で登板させつつ疲れの出る夏場あたりに今年の湯浅選手みたいなリフレッシュ休暇を作るがいいと思います。手術からちょうど2年となり将来有望な投手のため大切に使ってほしい半分、現在でも勝てるピッチャーのため使ってほしいが半分です。皆さんは才木選手の中6日登板についてどのように思うか、ぜひコメントで教えてください。以上となります。最後まで見てくださってありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価やコメントがモチベーションアップにつながっているため、そちらもよろしくお願いいたします。